フプリストは電子メールのメーリングリストを管理するオープンソースソフトウェアである。PHP で書かれ、マスコールデータベースに情報を保持する。フプリストは GPL の下に置かれ、自由に配布できる。t i n キ a n が講演している。このソフトウェアは大量の登録者リストに対する電子メール配信によるダイレクトメールのためのデータベースをオンラインで管理できる。登録者は ウェブインターフェースでのアンケートに対して回答する様々な情報に基づいて一つまたはそれ以上のリストに登録されるアンケートは管理者が作成できいつでも変更できる集めた情報は電子メールの配送の際にも利用できるつまり特定の条件を満たす回答をした登録者のみにメッセージを配送することもできるフプリストは メッセージの配送をまとめることができるため、同じ登録者が同じ内容のメッセージを二重に受け取ることがない。同じメッセージが同じリストに再投稿された場合は、もちろん200のリストに同時に投稿された場合でもそうである。このソフトウェアはメッセージ配送の登録者ごとの詳細を追跡することもできる。誰が どのメッセージをいつ受け取ったかを解析できるし、メッセージが不達しで変装されたのか、実際に読まれたのか、あるいは他人に転送されたのかなども知ることができる。メッセージを HTML で作成でき、また登録者が提供した情報を動的に埋め込むこともできる。メッセージの個別化が極めて容易である。データを RSS フィードに書き出すことができ。 その URL も登録者ごとに個別化でき、さらにそれをメッセージに埋め込める。CSV 形式でデータベースにインポートしたり、逆にエクスポートして、スプレッドシートアプリケーションに読み込んだりもできる。フプリストは現在、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、中国語、日本語、ベトナム語に対応している。アンケート用の公開ウェブインターフェースは二十五言語に、 対応する。ソフトウェアの機能を解説する文書は英語である。数万の電子メールアドレスを要するメイリングリストを管理するような企業の顧客向け広報に大変適している。メッセージ配送は SMTP サーバーの電子メール処理の負荷を調整できる。複数の管理者が一つのデータベースを共有しながらリストや個々のアンケートなどをそれぞれ別々に管理できる。 このソフトウェアは大規模なリストによる配信を管理できるという点で GNU メールマンやシンパに似通っているが2つの点で大きく異なっている。フプリストはダイレクトメールに特化しており討議には使われない。またフプリストは討議用メーリングリストとは逆に管理者が決めた細かな条件に基づいてリストの一部の登録者だけにメッセージを送ることができる。 このソフトウェアは電子メールアドレスの集積をデータベースに蓄積して活用しようとするものにとって有用である。フプリストは様々な時にとても細かな条件によって配送先を決めることができる。大企業や公的組織のほか多数の講習を対象とする小さなプロジェクトにとっても情報キャンペーンを行うための有用なツールとなり得る。 ダウンロードフプリスト p h p l i s t o r g 2 0 1 9年11月4日閲覧ありがとうございます。